まだちょっと結果が出せてないなみたいな、そういうプロジェクトについてお話してもらうと。というのも商談僕出てるんですよ。出てるんですか？総合マーケなんで。そういうような施策をしないと覆らない気がしてて、それはさすがに勝てないなっていうのが感じましたね。マキトル君ダメじゃないですか。申し訳ございません。よろしくお願いします。総合マーケティングカンファレンスっていうところでね、なかなかね難しい事例っていうのもたくさん出るんじゃないかなっていうのが予期されるんですけども、まず一旦視聴者さんに向けてご説明させてもらうと、この企画の趣旨ですね。認定パートナーうち40数名ぐらいいるんですけども、今回で言うとウェブマーケティング全般的に得意っていうパートナーさんに集まってもらって、個別具体的な事例についてカンカンガクガク話し合うみたいな企画になってて、僕らが支援させてもらってるクライアントに他の領域が得意なパートナーさんと意見を交わしながら、もっといい支援ができないかなっていうのを定期的にやってるっていう、その様子を流しちゃおうっていう企画になってますと。3部制になってて、一部がまだちょっと結果が出せてないなみたいな、もうちょっと伸ばせるんじゃないかなっていうのも含めてそういうプロジェクトについてお話してもらうと。2部が逆にうまくいってるプロジェクトを自慢し合ってもらって、この人がやった施策パクれるわみたいなのをお互いにパクり合ってもらうみたいな、そういう企画です。で、第3部がマーケティングっていう領域で気になっている事柄、他のプロの人に聞いてみたいなっていうのを一つずつ持ってきてもらってるんで、それについて話し合うというところでございます。今回はですね、冒頭にも言った通り総合マーケなんでね、とにかく利益伸ばしちゃいいでしょっていう人たちが集まってるわけなんでまず利益が出せてないっていう、そういうところから話すんでね。面白いのが、初手杉野さんに話してもらうんですけど、総合マーケっつっても勝つ確率ってやっぱ外部要因とかね、競合状況とか含めると 100% ではないわけですよ。 100% ではないけども、失敗する確率を極力ゼロにして、どんな形であれ事業成り立たせるだったりとか、貢献させてもらうみたいな形で考えるので、杉野さんが2個出してきてるんですよね。普通ってハック型というか領域特化してる人ってあんまりこう出したくないものなんですけど、僕らって仮説をしっかり検証するっていう風な観点がすごい強いので、2個出してるのがまずそもそもおもろいなと思ってますというところで、じゃあ杉野さんからお願いしていいですか。二つあるんですけど、一つが外国人向けの日本での就職支援をするスクールへの集客というところです。外国人の方から就職が成功したら授業料をもらうというビジネスモデルになっています。コロナがあって直近2年ぐらいは学生数減っちゃってたりしたんですよ。っていう中でいろいろ集客を試みていたんですけど、どうにもあんまりたくさん安く集まるってところが見当たらないと。行って SNS 広告で Facebook とかインスタとかってところで集まっているものの、学生からお金をもらうスクールっていうところが学校法人じゃないってところもあって、時々バンされちゃう。 Facebook のアカウントバンはされたことないんですけど、広告止まっちゃうとかいうこともあったりして、安定集客っていうところにちょっと不安がある状態かなと思ってますと。今 SNS しかないので、そこ頑張っていくというところで、進むべき方向にはそんなに違和感とかないんですけど、もう一歩安くとかたくさん集まるような集客経路っていうのがあったら、ぜひ取り入れていきたいなと思ってるんですけど、こういった事例とかってこれまであったりされますか？海外にいた側の人間からすると、リファラル集客は結構強かったんですよ。なので紹介してくれたらいくらバックするよみたいな感じなのか、そういう感じで引っ張ってくるっていうケースは結構多かったです。紹介ってどのタイミングが多いですか？入った時と内定もらった時とか、いろんなタイミングがあると思うんですけど。留学って繁忙期閑散期も結構激しかったりするので、この時期ちょっと手厚めに人が欲しいので、それに向けて友達紹介してくれないみたいな感じで会社側からアナウンスしたりとか、で逆に別にアナウンスせずとも通年で募集してるっていうのもあるので、従業員側から友達がちょっと入りたいって言ってるんですけどみたいな感じで逆から来ることもありましたね。リファラルとしていろんな紹介依頼ポイントってあると思うんですけど、入会時とかあんまりできてなかったりして、就職が決まった時とかにしかやってなかったんで、もう少しポイント見つけて増やしてやっていこうと思います。古澤さんとかね、広告周りが得意な総合マーケじゃないですか。バン対策とかってなんかありそうなもんだと思ったんですけど、今って結構直接申し込みみたいなところの広告回されてたりって感じ。そうですね、申し込みですかね。バン対策でいくと、直接の申し込みではなく、ノウハウをこう無料で提供する、海外なんで LINE じゃないかなと思うんですけれども、そういうようなところに集めるようなアカウントを作って広告回すと、直接その学校の教育とかの話ではないので、アカウントバンされず比較的低単価で見込みリストみたいなのは作ってこれるのかなと思うので、そういう施策をやるともうワンアクション挟むことにはなるんですけど、アカウントをバンされず安定して回せるんじゃないかなっていうのは今お話は聞いてて思いましたね。それなんか筋良さそうですよ。そっからなんかでも引き上げ率みたいなところは当然試行錯誤していくみたいな。外国籍の方で日本にいて日本語勉強してる方って大体仕事探してるんで、キラリアもそもそも今もやってるんですよ。そこは全然マイナスがなくできそうです。
LINE 友達追加への誘導が一番いいですか？日本国内だと当然 LINE がメジャーなプラットフォームなのでそこになってくるかなと思うんですけれども、どういった国の方なのかとか。日本にいるから日本にいて日本で2年専門学校行ったりとか4年大学行ったけどまだ日本語上手くなくって求人読むのにも時間かかっちゃうとか、ただ日本語は一定喋れるとかそういったレベルです。であればプラットフォームは LINE への誘導っていうのが一番刺さるんじゃないかなとは思いますね。めっちゃ細かいんですけど Facebook とかで出すと Facebook 内でフォーム作れるじゃないですか、はい、まあ、そこでやるよりも LINE の方がいいことはあります。Facebook のメールアドレス取れるフォームですよね。その後の引き上げはやっぱ LINE の方が良いので、留学生とか、まあ、若めの層だとやっぱ LINE の方が開封率はいいのかなとは思うんで、双方試してみるっていうのがいいかなと思うんですけど、はい、もともと SNS とメタでしたっけだけずっとやってはったって感じですかね。リスティングとかもちょっとやってはいたんですけどコスパはなくて SNS が単価安いじゃないですか、うん、ターゲット全体にニーズがあること高いんで SNS がいいかなって感じでやってますかね。当然続けてるってことは CPA は合ってるっていう。合ってるんですけど結構ばらついて、1人180円ぐらいの時もあれば1000円超えたりとか、結構安定しないし、さっきのバンリスクもあってちょっと怖いなと思ってたんで、でも LINE 追加とかに変えるとちょっと変わりそうなので。素朴な疑問なんですけど、結構ローカルコミュニティじゃないですか多分。その中で口コミでバーって広がってきそうなイメージなんですけど、他のうまくいってる競合とか多分何かしら皆さんこれ使うみたいな感じなんですかね、外国人の方って。これ系のサービスはあんま使ってなくて、ローカルコミュニティがある人は頼んないんですよ。中国人の方とか韓国人の方はほとんど生徒にいなくって、日本にコミュニティがいっぱいあるからサポートしてもらえると。ネパールとかミャンマーとかっていうとサポートコミュニティがなくてスクールを頼るとかそういう感じなんですよ。ないことはもちろんないんで、紹介してもらうっていうところもさっきの真矢さんの通りでやっていくっていうのはできそうなんですけど、結構特徴的ではありますね。もう一つの方なんですけど、これはウェブ開発の受託の集客です。よくある SNS を作るとかメルカリみたいなフリマサイト作りたいとか、そういったものの受託の集客です。結構集客方法っていっぱいあると思うんですけど、いろいろ試していったんですね。リスティングとかSNS は試せなかったですけど、まあ普通に SEO とかもやってるんですけど、実質残ったのが今あいみつサイトしかないという状態なんですよ。面談単価で言うとリスティングがあいみつサイトの15倍ぐらい高い。冷やかしも多いし予算がない人も多いし、いろいろ試していった結果あいみつサイトのみに落ち着いてしまってると。で、あいみつサイトそんなに世の中に複数ないんで、これ以上の集客のグロースが見込めないというところが課題になってます。プロダクトのなんか差し方を事業者さん側にちょっと変えてみようみたいな話はなんか出たんですか？提供してるサービスを開発だったらこの領域にもっと絞りましょうとか、売り物自体を地上のニーズに合わせて、このままいろんなチャレンジを出してっても売れないんで、例えばもう EC だけに特化するとか、特定の領域に絞るみたいな話ってなんか出ましたか？そこは出てはいなかったですね。絞ると差しやすくはなるんですけど、商談始まった後の受注率はそんなに悪くなかったりして、リード獲得に結構難がある状態なんですよ。シンプルに本当に質問で、絞ってリード増やす方法ってあったりします？リードが取れない理由がリスティング合わないとか SNS でもなかなか集客できないとか SEO も上がってこないっていうのは、僕たちもそうですけど、ウェブの事業者に似たようなところとか開発業者ってもううぞうむぞうにあって、お客さんから見た時に何がいいかっていうのは多分判断しづらい。なんでお客さんから見た時に、例えば EC の Shopify を使ったこういうサイト開発だったらこの会社とか、そういう第一早期とかより狭めることによって早期するって狙うっていうやり方はあるんじゃないかなと思ったんですけど、領域では絞ってないんですけど、開発手法がプログラムを書くわけじゃなくてノーコードと言われるようなもので作ってる。キントーンとかセールスフォースもそうですけど、プログラム書かなくても SNS フリマを作れる。その分めっちゃ安いです。価格訴求で押しているという感じはあるんで、そこをもっと訴求していくとかはありそうですね。確かに安いですね。エンジニアいらないんで安いんですよ。ここはね、僕らもやってる領域ですからね。実は僕も全く同じ失敗事例と改善事例みたいな話があって、まさに杉野さんがおっしゃった内容で最初こけたんですよ。その後にもう少し個別具体な事例というか、さっき濱口さんがおっしゃったやり方で切り口を変えたら、リードの獲得っていう観点で言うと改善は見られたっていうのはあるので、一つ手なのかなとは思いました。どうやって絞ったんですか？その会社は開発の会社なので、 EC 寄りの受託開発システムみたいなところにフォーカスしますみたいな、そういう感じで絞って、それである程度リスティングのキーワードとかも絞って、 CPA もお問い合わせ単価で言うと合ってたっていう感じでした。 CPA どれぐらいだったんですか？一応お問い合わせ3万から5万ぐらいで受注まで持っていけたらもういけますみたいな感じでしたね。開発やと合いますよね。そっから 10% ぐらいの制約。そうです。開発だったらもう全然金額感も大きくなるので、それはもう全然合うっていう感じで、ただスケールはちょっとしづらかったりするので、たくさんの他の打ち手を考えるってなると僕も結構頭を悩ましましたね。これって会社のこの事業はグローバルに展開したいのか、それとも国内のニーズだけ取りに行くのかってどういう感じですか？展望は。ニーズで言うと国内を取りに行ってて、というのも商談僕出てるんですよ。僕が企画をするっていう体出てるんですか？総合マーケなんで。総合すぎません？セールスもう巻き取るくんやん。僕日本語しか喋れないんで日本人向けてます。確かに誰か一人つけてグローバル狙うのは考えたことなかったんですけど、確かにありそうですね。
例えばノーコードツールでスタジオとかっていうのはもうグローバルじゃないですか。みんなが使ってるから使うっていうのは、特にノーコードツールを使ってビジネスをしたいっていう人ですよね。スタジオを使って自宅したい人とかっていう人は絶対そっちになるはずなんです。安定性とかアップデートも加味して、そこを狙うんだったらやっぱグローバルにとか、みんなのインフラになるっていうので戦略違うなと思ってて、国内市場だけでいいんだよとか、キントンの会社さんとかにちょっとうまく MA で入ってたいとかっていう発想だったら、それはそれでまた全然違う戦い方があるかなと思ってて、ってなった時はどっちかっていうとアプリさんとかが競合になるんですかね。ノーコードツールを作ってるわけじゃなくて、キントンを使ってカスタマイズしますみたいな会社あるじゃないですか。あっちに近くてノーコードツールを使って開発しますよっていう感じってなると、多分そんなにアプリのリテラシーがない人たちに接触を図らなきゃいけないんで、セグメントがめっちゃ大事な気がします。例えば製造業なのか、 C2C のマッチングアプリを作るとか、第一早期を取るためだけに YouTube チャンネルを立ち上げたりとか、オンドメディアを作ったりとかの方がいい気がしますね、数字的には。ターゲットだったり領域だったりを絞るっていうのはあんまり考えてきてなかったんで、これを機に考えてみます。インフラになるのか、それとも何かしらそういうところで確固たるポジションを確立するのかで全然戦い方が違うなっていう。あります。じゃあ浜口さん、僕がうまくいってないところが採用代行会社さんの集客ですね。で、もともとご相談いただいた背景としては、月10件ぐらいリード獲得したいみたいな相談をもらって、そこに関してはウェビナーとかをやっていきながら市場の中で認知を取っていきましょうっていうところで、初速立ち上がりは良くて月10件ぐらいリードが定期的にインバウンドで入ってくるみたいなところを作ることができたんですけど、まあ2年ぐらいですかね経ってきて、徐々に競合がものすごい増えてきて、差別化が難しい中、じりじりと他の値下げ競争に巻き込まれてしまって、なかなかリード数も担保できなくなったり、コンペになって毎回値段で負けるみたいなところが続いてしまったっていうところで、まあ手こ入れしようとしてウェビナーとか以外にも広告施策とか SEO とかいろいろやろうみたいな話もあったんですけど、広告ははまらず、 SEO に関しては検索していただくと分かるんですけど、上位に比較サイトがバーって並んでくるんで、そのポータル上に金を一部払って送客単価いくらみたいな形で掲載せざるを得ないというような戦い方になっていって、自力でそのウェブ施策以外からのリードが溜まってきたので、徐々に入ってくる数よりも出てくる数が多くなってしまって、収支としてちょっと厳しくなってしまったっていうのがうまくいかなかったプロジェクトですね。僕としてもこう課題があったのは途中から感じてたんで、実際にいろんな会社さんのアポを自分で切って20社ぐらい競合のサービスを実際商談に出て聞いてってしたんですけど、支援を始めた2年前と比べると10万から20万ぐらいサービスの単価自体が落ちてるなっていうのがあって、そこはクライアント様にもお伝えはしたんですけど、急に組織体制も変えれないし、違うサービスの売り方にもなかなかできなかったんで、ちょっと立て直しが難しかったっていう事例ですね。値下げ競争とか差別化が難しいところで戦い抜いていくために、総合マーケ側からサポートできたことがもっとあったんじゃないかなと思うんで、なんか他の皆さんになんかできそうなこととか、僕だったらこうやったのになみたいなアドバイスがあったらぜひ伺いたいです。先に前提確認したいのが、サービスっていうのはコンサル系なのかシステム系なのかとか、いわゆる営業代行とかの採用版ですね。企業さんの採用業務をアウトソースしてもらうっていう業態なんで、採用ニーズを聞いて採用チャンネルを選んで、例えばウォンテッドリーとかビズリーチとか採用媒体の運用とかをやって、日程調整をやって、場合によっては面談もしてやっていくっていうような、そういったような支援タイプの事業ですね。RPO、 RPO ですね。それはコンサル要素の方が強みなのか、オペレーティブな方が強みなのかどっちなんですか。もともとはコンサル要素から代表がガッて出てたんで入ってたんですけど、僕たちの業界もそうですけど、基本的にはちょっとずつ代表がやっぱ現場から離れないとスケールできないんで、もうちょっとオペレーティブにしていこうっていうタイミングで、ここがうまくいったんですけど、しばらく経ってここがもっと安いのが出てきて、でも代表もじゃあ都度出ていくかってなると、今そういう組織の作り方してないんでっていう形で、市場の戦いになかなか勝てなかったというか、どんどんみんな値下げ状態になってて、誰も儲からない構造になってきてるなっていうのがご支援してて肌感でしたね。僕が支援する中でキーが2つだなと思ったのが、1個はそのフロントで出てきた時に商談して、その場で採用のニーズを伝えたら、このチャンネルでこうやってやった方が一番コスパいいよって出てくるフロントもいれば、なんとなくサービス資料を説明してくる会社さんもあって、明らかにフロントのコンサルティング力でまず分かれてるなっていうのが一つ感じたのと、もう一つはそれをじゃあ出てきた上で、あとは効率よくいかに安くさばけるかって、オペレーションが組まれてるかっていうのが事業上の優位性なのかなと思っていて、若くて優秀な人がフロントにいて、インターン生とか若い人たちを大量に抱えていてさばけるっていうオペレーションを組んでるところが軒並み直近だと勝ってるなっていう印象だったんで、これにどう勝とうかっていうのがすごい頭を悩ましたポイントでした。とか有名ですよ、伸びてるのは圧倒的に強かったんですよ。フロントがもう全然違って他の会社さんと、20社聞いたんですけど、ダントツで
が強くて、直近半年とかで100社ぐらい取引者数も伸ばしてて、執行役員の女性の方出てきたんですけど、もう全然違いましたね、レベルが。その場で伝えたら、これが安くできるからここは無料掲載しておいて、ここは大体他の他社の同じ領域だったらぶどまり何パーセントぐらいだから、採用単価いくらぐらいでいけると思うから一旦ここにやりましょうって、その場で決め切って見積もりもでして、スケジュールも切ってきたんで、ここがいて、で裏側に若くてフレッシュでパワフルに動けるメンバーが揃ってたら、それはさすがに勝てないなっていうのが感じましたね。商品力が弱い時のそういうことよね。結構難しくて、なんで営業代行にも同じようなリソースとかで外部で切り出して支援していくっていうモデルなんで、営業代行の方からなんか拾えないかなと思ったんですけど、そもそもやっぱり営業とかだと売れたら売れた分だけ入ってくるんで、多少高くても売ってくれるんだったらいいよっていう感じで、採用ほどコストが下がるっていう力学が働かないんですけど、採用の場合は採用コスト安いんだったらいくら分でも安い方がいいから、安いところに発注しますねっていう感じになっちゃうんで、なかなか打破できる切り口を自分の方で見つけられなかったなっていうのが歯がゆかったですね。単純化するとプロダクト改善に入るべきなのか、採用支援に入るべきなのか、クライアント側の端的に言うとそうなのかなと思ったんですけど、どうですか？結構代表の方も組織作りにこだわりがあって、品質を高めていく、他の会社さんみたいに悪い言い方すると安くたくさん使って回していくっていうよりも、ちゃんと一個一個漏れがないように綺麗にオペレーション組んでいくっていうところにすごい重きを置かれてたんで、僕の方で組織はこう改善した方が多分市場的にいいですよってアプローチをするんですけど、なかなかそこよりも集客の面がっていう形で、あんまり組織改善のところに対するアドバイスを積極的には求めてなさそうだなっていう所感も話してて感じたんで、手こ入れちょっとしきれなかったかなっていうのはありましたね。入りやすいフロント商材を一個作っちゃうとか、そっちですかね。ストックさんがそんな感じですかね。一応産業管理システムは作っていて、それをリリースをして無料で使っていいですよっていう巻き絵を使ってアポ取っていくみたいなのもちょうどやり始めるタイミングぐらいだったって感じですね。クライアントのターゲット企業っていうのは結構オールジャンルだったんですか？採用したい会社さんっていうのは、業種は割とオールジャンルなんですけど、社員数が100から300人ぐらいで、完全にまあ大規模化しきってない、ちょうど伸びたてのベンチャースタートアップぐらいのフェーズで、人手が足りないけどっていう狙ってる市場も絶妙な位置の感じでした、ね、これよりもうちょっとちっちゃくなってくると、全部巻き取ってじゃなくて、コンサルタントが月何十万かで1人入ってくれて、社内でアドバイスしてくれれば、あとは内部でやりますねみたいな店の形態になっちゃうんで、それよりもうちょっと進んだ規模の会社さんのご支援っていう感じが多かったです。よくあるパターンですけど、これ抽象化すると社長が一点突破して後続が続かないっていうのがあるあるな気がするんですけど、なんかありますか？アイデアとかコツは。サービスの質を社長さんがやってた頃と同じものができるようなチーム再生でいくのか、あるいは価格も多分下げる必要があると思うんですけど、少し廉価版を作って、社長さんとかまあ少数でやってた頃って100点ないし120点みたいなのを狙っていくけれども、ビジネスって全て120点じゃなくて、もう80点取ってれば全然回る領域って多分いっぱいあるんで、80点取れるようなものっていうのを廉価版で用意をして、若くて優秀な人間とそこにつけるみたいな一つの手法だと思うんですけど、っていうような形を取っていくのか、割り切っても120点取ります、単価べらぼうに高いですけどうちしかできませんでいくのか、お話聞いてると後者のやり方じゃないと提案通りにくそうなお客さんだったのかなっていうのは思いましたね。俺もそこの領域、 RPO の領域を検討したことがあって、ストックさんも採用のパートナー増えてきたので、うまいことパッケージ作られへんかなって思ってた。僕らはマーケから考えるじゃないですか。そもそもメールアポでいけるのかとか、テレアポのリストはあるのかとか話した先に出てきたのがさんが、まさにその領域の買ってる企業なんですよね。で、そこの集客方法ってベンチャーキャピタルと組んでて、投資入れた金をそのまま採用にぶち込むみたいな、ちょっとトリッキーだったんで無理だなと思ったんですよね。めちゃくちゃわかります。その会社も僕商談しました聞いてったら、もうそこのつながりの紹介でコミュニティで回ってるか、あと採用媒体からの紹介もあるんですよ。媒体側もたくさん会社側に使ってもらわないといけないんで、媒体側からこのクライアントさんさばけてないんで、さばいてあげられる会社紹介しますよっていう、意外とコミュニティビジネスなんで、どっかしら媒体にガッてくっついていってガッツリ入るか、 VC とかにガッて入っていって、そっからコミュニティの中で広げていくかみたいな、ウェブマーケじゃなくて外交要素が求められる領域なんだなっていうのは調査して、僕もまさに同じことを感じました、うん、そのあたりは提案とかしたんですか？提案しましたね。ただ代表がその辺を苦手なところもあって、本質的じゃないですけどゴルフ行ったりとかいろいろ顔出して、とにかくコミュニティを広げていった方が多分切り口としてはウェブに限らず見えてくるんじゃないですかっていう話はしたんですけど、なかなか実行にまでは移らなかったかなっていうのが見てた所感でしたね。月額で50以上とかで安定して取ろうと思ったら、ちょっとなんかトリッキーになりますよね多分。オンラインでやるんだとしたら、古澤君が言ってたみたいに廉価版のところで分かりやすいような、それこそうちで言うね、マキトル君もそうだと思うんですけど、そういうの作った方が早いそうな気がしますね。じゃあ次、古澤さん。はい、
緊急対応系のサービス、僕はこれ車関連バッテリー上がりとかだったんですけど、これの集客の母数を増やしたいっていうようなご相談に乗るのがやっぱ結構難しいなと思ってまして、緊急対応系も即必要なんでリスティング広告一択なんですけど、リスティング広告一択なんで全ての業者がものすごいギリギリの金額を張ってくるっていうところがあって、そもそも CPA も下げにくいで、サービスとしてもスピード感がどうだとか価格がどうだぐらいしか差別化ポイントがまあなかなか作りづらいっていうようなところで、 CPA 合わせるまでは広告運用でできるんですけど、あった後に CV 数を来年に向けて2倍にしていきたいみたいなところに対してあまり打ち手がなく、そこでこうなかなか拡大ができなくて、最終的には完成した広告アカウントをお渡しして内製化支援して終わるみたいなことが多い領域だなというふうに言ってまして、ここの完全にこれだよねって決まって、まあ、今回リスティングだよねって決まってるようなものをもうちょっと売り上げを拡大していくっていうところがなかなか難しいなっていうので、緊急対応サービスっていうところが聞ければ一番嬉しいんですけれども、何か売り上げをこう伸ばした事例とか中長期の投資でもいいので、なんかこれハマったよみたいなことがあったら伺いたいなと。もうされてるかもしれないんですけど、水道修理系とかもうガッツリこの領域なんですけど、周り今まで何社か話を聞いてると比較サイト系から送客結構あるらしくて、ただ課題は課題でチャリンチャリン抜かれちゃうから、そこがなんかうまい安く抑えられる媒体とか、もしくは SEO とかで上位表示されるのであればそこ仕掛けてもいいのかなみたいな。ただあそこ競合がもうめちゃくちゃひしめき合ってるので、 SEO は多分めちゃくちゃきついと思うので、いい媒体を見つけるみたいなところができたらもう少しCPA を抑えられるのかなとは思いました。媒体活用もちろんあるかなと思うんですけど、媒体ハックみたいなところまで本当はしていきたくて、まあ、媒体でも出したらある種ほぼほぼ終わりというか、単価決めて単価上げたら多分順位上げてくれてみたいなレベル感だと思うんですけど、じゃあこの金額でこれぐらいで今載せてくれるようになりましたって結構僕らのサービス自体も提供終了しちゃうっていうところで改善難しいなと。その辺さらに深く取り組んだとかって、僕も媒体載せました、単価合いました、じゃあさようならみたいなケースは多かった気がします。そこは確かに継続的に何か施策を打っていくっていうのは僕もちょっと頭悩ましたかもしれないです。ちょっとグレーですけど、自分で作っちゃう、作って、うん、最近あんのかな、やってるとこはやってるか、やってるとこはやってそうです。確かにそれは一つありはありです。価格を上げる余地はもうなさそうなんですよ。売上が上がれば投資できるコストも増えるんですから、はい、そこはもうやりきってるんですよ。何かつけられるものがあればっていう感じなんですけど、ニーズがめちゃくちゃ明確な分、付帯サービスのつける余地が結構難しくて、で単純に高いと選んでもらえないっていう。めちゃくちゃ素朴な疑問なんですけど、僕この領域の支援はしたことないんですけど、西端クリニック方式は取れないんですか？その領域だったらこれっていうトレードマークを作っておいて、検索のタイミングから指名で取れるようなお金の使い方をするみたいな施策ってなんかあったりするんですかね？多分ありだと思います。水道とかだとテレビ CM やってる会社さん、クラシアンとかあると思うんですけど、多分そこまで踏み切れればもしかしたらっていうところで、確かにそこのご提案はちょっとしきれてなかったので、まあやっぱ時間かかりますよね。あと1位がやる戦略ですよね。他社をもう駆逐するための1位の戦い方だと思うんで。この運営会社は別の事業やってるんですか？ご支援してたところはバッテリー上がりもそうですし、近しいような緊急性のものいくつか、パンク修理とか、まあ車関係が多いですけど、車関係は大体全般やりますみたいな。母体に修理工場があるとか、なんかそういう感じなんですか？母体に修理工場があるわけではなく、本当に修理が必要なものはレッカーで引いていく手配をするんですけど、その場でできるような簡単な施工ができるような人たちを囲っててアサインしていくっていうようなモデルでやってます。人材会社みたいな感じ。人材会社に近いような。このバッテリー上がりって何台中何台ぐらいになるんですかね？車大体何パーセントぐらいとかあります？例えば1000台に1台起きるとか。結局検索しかないじゃないですか、ぶっちゃけ。ジャスさんが強いのって保険会社とかクレジット会社の付帯サービス、ロードサービスってくっついててお守りみたいになっちゃってるじゃないですか。なんでそこを覆すってなると、例えばバッテリー交換を全部無償でやるとかして、そこのバッテリーのところにステッカーを貼らせてもらうとか、そういうような施策をしないと覆えない気がしてくる。借り取りではなく確率大体見定めて月額にするだの。月額ってなっちゃうと結局 JAF さんとかもそういう月額のサービスありますよね。だからメンバリューで覆すのってきついと思ってて、バッテリー交換も無料でやりまくって、バッテリーにこうステッカー貼りまくって1000台に1台それがいけんだったらペイするのかとか、そういうウェブとは違うオフラインでの施策しないときついような気がするんですよね。あとは自社がやってる事業でシナジーがあるんだったらそこで送客するとかっていう話ですよね。そこのリード送客してもうちょっと売り上げ作れるような事業立ち上げるだの、あるいは送客単価でアドオンしていくだのやらないと厳しいって感じですかね。車とか の, そのトータルリペアとかそういうのって結局なんかうまくいってない印象で、どこも結局みんな困った時にしかっていう話なんで、オンラインだけでやりきるのきついんじゃないかなっていう。ガソリンスタンドで組むってなったとしても多分 JAF さんの圧倒的に強いです。そうですね、アライアンスも組みづらいと思うんで、新規で事業立ち上げて送客できる窓口、新規事業みたいなの立ち上げると、そう
ちな気がしますね、数字的には。こういう系の基本的なトップラインの上げ方ってエリアを拡大するっていう感じですかね。そうですね。それで言うと僕は関東だけ、関東関西九州はやってましたね。あとまあもうちょっと伸ばせる部分はあるんですけど、関東関西でも売り上げ大部分やっぱ立つっていうところなので。海外ってどんな感じなんですか？例えばめちゃくちゃ言いますけど、アフリカとかってよく日本の中古車がバンバン輸出されて、中古車なんでぶっ壊れまくるらしいんですよ、向こうで。それのなんかメンテ事業が事業として成り立ってたりとかするっていうのがあったりするんですね。もうジャフンさん入ってこれなさそうじゃないですか。アフリカとかにマーケット拡大させるとか。すげえリスティング高いやつだし、アフリカめちゃくちゃ安いと思います。スマホの普及率まあまああるらしいんで、僕も本当に海外にいた時、中古車輸出普通事業をやってて、そこからアフリカに対して広告出してたんですけど、もう日本車の中古車とかもうめちゃくちゃ需要があるのと、リスティングの単価もめっちゃ低くて、その当時なので、そこは単価は低く取引できるまで持っていけてましたね。じゃあぜひ関谷さんのところと組んで外国人労働者の新規ビジネスを、はい、LINE 登録してもらったら何ボオフみたいな感じにして、とりあえずリストだけは貯めといてクロスセルみたいなのが一番収益インパクトでかそうだなっていうのは思いますけどね。黒字でリスト獲得する手段でずっと回しといて、そのリスト使って、うん、企画とかもないですもんね。僕がこれなったら企画もしないんですよ。出てるやつで金額ちょっと見るぐらい、うん、そうですね、うん、アフリエイターいけるかもしれないですね。自己歴みたいなもんじゃないですかっていう人たちに対して、なんかその親和性のあるもの、板金屋さんなのか保険屋さんなのか分かんないですけどに送客して、そこでフィーを得るとかっていうのはなんかあるかもしれないですね。ユーザーとしてもなんかこういうことが起きちゃったからみたいなので、何か安心するような商材が売れるんだろうが、絶対的に車乗る機会が多い人にはなるんで、タイヤとかなかなかむずいっすね。じゃあ次マキトル君。はい、私が今立ち上げてる事業がありまして、マキトル君という事業があるんですけども、結果は出てきてはいるんですが、とはいえまだまだちょっと伸ばしていきたいというところで、今までいろんな打ち手をやってきた中で、アウトバウンドの施策が思ったよりうまくいってないっていう課題がありますと。他の会社さんとかを聞くと、今でもそのコール営業とか有効だったり DM 営業有効っていうところを聞いてて、そのあたりなんで結果が出てないのかなっていうところが知りたいっていうところもあって、今まで皆さんが特にその 2B 向けのサービスとかでアウトバウンド系の施策でうまくいってるケースとかがあったら教えていただきたいなっていうところではありますと。マキトル君が貸すってことですね。そんなことないです。マキトル君が自分を巻き取れてないという話ですね。じゃあアウトバウンド施策 B2B、コールドコールもされてはいるもののっていう。そうですね、外注みたいなところで3社ぐらいに依頼したんですけど、全然本当に結果が出なくてっていうところで、そもそもウェブマーケの知識を持ってる人間がやるべきなのかっていうところ、ただのその営業強い人がやるっていうよりも、逆にマーケの知識がある人を営業として育てるみたいな切り口の方がもしかしたら刺さるのかなとか、一応仮説はあるんですけど、どっちの方がいいのかなみたいなところで今ちょっと悩んでるっていうところはあります。なんかがっつりマーケコンサルできる人をアサインすると、今度はちょっと単価が厳しいよねみたいな話もある。そういうことです。がっつりマーケコンサルできる人は営業よりもむしろもう中に入ってほしいっていう気持ちもありますし、そこのなんか塩梅がちょっと難しいなっていうところです。具体的に言うと、製薬の限界 CPA が15万までやったら見れるか、ギリギリ。そうです。現状アポは取れてるんですか？アポが取れてなくて、ちょっとこれ違うの話になるんですけど、一応来週からオハラチームと連携してアウトバウンドの施策やっていくみたいな感じで、オハラチームは当然マーケの知識ある程度あるんで、そことやってみてうまくいけばいいなっていう感じで一応進めてはいますと。もし自分に電話来たら何やったら聞きたくなるかなっていうのを聞きたいって感じですかね。確かに僕も電話かかってきて、めっちゃ安くウェブマーケ全部をアウトソーシングできるサービスなんですって言われて、考えるのがめんどくさいというか、もうもはや何を切り出そうかなっていうのを、知識があるがゆえにかもしれないですけど、それがめんどくさいんで、それで話聞きたいですとはならないからみたいな。逆にコンサルだと安すぎて期待しないというか、何のために時間使うんやろみたいな感じに、アウトバウンドの人に関してはなっちゃうんじゃないかな。なんで結局今落としどころとしては、ホワイトペーパーで小学マーケティングガイドラインみたいなをガイドブックみたいなやつ出して、少額でもこういう具体的な方法をやったら全然結果につなげられますよっていう、ある種教育するようなホワイトペーパーを出してると、こんな使い方があるんだなっていうふうに思ってくださったら、かなり制約率高い。なんか教育するっていう、しかもうちのことをまず知ってくれてて、事例で言うとコンサルだとやっぱ高いよねみたいな、頼みづらいなと思ってたところで、小学マーケガイドブック見て、こんな支援の仕方もあるんだみたいな気づいていただいて、サービスインしてもらうみたいな。
そんな感じの中です。岩田さんが言ったところに近いんですけど、僕も今パッと浮かんだのは、実際にお客さんが払ってるお金をピンポイントである程度イメージできる領域ってあるのかなと思ってまして、そこにこれぐらいお金払ってないですかってアポ電をかけていくっていうのはありかなと、うん、例えば広告の運用の業界だと運用金額が少なすぎると、うちは運用手数料5万が加減ですみたいなところって、運用予算が50万とかそれ以下とかだと、運用代行会社側がうちはそれぐらいの最低の運用金額でしか受けれませんみたいな言ってくると思うんで、なんかそういうところをピンポイントにして、広告の運用これぐらいの予算なのに10万円も運用手数料として払っちゃってませんかみたいな、ピンポイントでメニュー単位で区切っていってアポかけていくのは、割とそれで払ってる人が聞いたらもっと安くできるんだみたいな話になって興味持ってくれるかもなとは思いました。実際のテレアポの当たり先は担当者とかなのかオーナーなのかって分かります？それに関してはもう本当にガチャというか、どっちも混じってくるっていう形になります。割と少額のお客さんじゃないですか、はい、聞かないトークから言うと売上アップってあんまり聞かない気がしてて、基本的にはコストカットのお知らせですっていう話が一つと、締め切りがあったりですね、例えば補助金の件でいついつまでにこうなんですっていう締め切りがあると割と刺さるのかな。運用の話で言うと、今の広告予算の運用費用を半額以下にできるご提案ですみたいな方がなんか刺さる気がしますね。今日もね、マキトル君定例ミーティングしてたんですけど、僕初めて知ったんがあって、めちゃくちゃいいサービス、びっくりしてほんまにやばい。それこそね、広告運用の文脈で普通手数料 20% じゃないですか。マキトル君って稼働工数で金額算定するんですって。手数料パーセンテージじゃないんですか？いや、もう全然、今お客さんの広告運用って月額5万とか10万で、もうそれ以上は取りませんみたいな感じで入ってるので、え、手数料取らないんですかみたいな感じで驚かれるみたいな。100万円の広告費回してます、まあそれは工数にもよると思うんですけど、10万円でやってくれてるみたいなケースもあるってことですよね。はい、もう予算規模関係なく。なので100万円で手数料20万円払ってるとしたら、一旦マキトル君の20万円のプランに入っていただけたら、広告運用に加えて LP の改善とか SEO の記事作成とかもインクルードしてくれるみたいなケースが想定されるんで、すごくないですかっていう話をさっき浜口さんが言ってた課題のコストカットの話プラス、今余計に払ってる分で LP の改善できますみたいな切り口は刺さるかなっていうところはありますね。要は絞れっていう話ですよね、ソリューションを。確かにそれはおっしゃる通りだなと思って、事前にこっちで簡単な課題と想定しうるコストカットの文脈をもう作っちゃって、それをなんか営業チームに渡してみたいな感じだったらアポ率上がりそうな気がします。アウトバウンドの施策に関してはがっつりもうコストカットできますっていう、うちに依頼してくれた5社ぐらいは平均的に15万円ぐらい固定費が下がってます、一回診断させてくださいみたいな、電力の下げるコンサルみたいな感じで、下げた分だけ最初1ヶ月間は見積もり出しますとか、なんかそういう切り口でアウトバウンドしていくと、一回ちょっと損しそうだから話聞いとこうかってなるのかなとはちょっと思いましたね。マキトル君ダメじゃないですか？全然できてなかったです、申し訳ございません。今のめっちゃ僕も勉強になったんですけど、改めて結構マキトル君って何でもかんでもみたいな、本当にそうなサービスなんですけど、マーキーは何でもかんでもじゃダメな事例っていうのがかなり多いですよね。尖らして、実はバックエンドで全般的に支援できてるみたいなのがすごく僕も勉強になった感じです。例えば企業で言うとバイセルとかね、着物買い取りますっていうところから貴金属とかいろいろガッサって持っていって、それで上場しちゃうみたいな、広告運用のところめっちゃいいですね。ちょっとそこから攻めていきましょうか。コストカットの差しもいいなと思ったんですけど、アウトバンドでコールするときとか特にですけど、相手が切り替えを常に頭によりっていうようなものってあるじゃないですか。広告代理店とかもよりられてると思うとかあるじゃないですか。切り替えたいなとか、安くしたいとか、腕が良くない、角が悪いとか、そういうのがよりってるところを差しに行くと結構させることが多いなと思ってまして、結構お客さんでもファックス DM やったりフォーム営業したり電話したりするんですけど、電話の中でも差し方としてコストカットって差し方でも差されてた時ありますし、介護施設営業してるんですけど、食事切り替えしませんかとかっていうと、こんなん電話取れそうじゃないじゃないですか、うん、実はみんな食事に不満を持ってて、食事委託会社がいるんですけど味が悪いとか、同じ会社だと味が飽きちゃって常に半年に1回ぐらい切り替えを検討するとこもあるとか、すると切り替えませんかっていうとバンバンアポ取れると、1人が電話して1日 1,2 件取れちゃうぐらい、常に切り替え検討してるようなことないかなって探していって、でそこを差しに行くと取れることも結構あったりしたんで、事例の共有ですね。確かに SEO のメディアを持ってるところだと多分順位良くないだろうなみたいな調査入れて、なんか SEO の業者不満ありませんかみたいな感じの切り口で差したりとか、いろんな文脈でいけそうだなっていうのは今聞いてて思いました。それ何パターンかやってみて一番効果合うとか、多分ターゲットごとに違うと思うんですけど、刺さり方って SEO とかだとみんなそれ狙って SEO 調査やってるじゃないですか、うん、狙ってないターゲットとかがもしいたらそこ探していけるといけるかもしれないですね。ホームペの保守運用に金払ってないですかみたいな、
たいな、うん、結構多いですからね。良かったですテーマ。良かったです、出してありがとうございます。フォームの反応率が低い場合には、特に B2B なんですけど、セミナー無料で特別招待みたいな形にしてしまって、実質集団説明会みたいな状態にすると、そうすると商談の最初に説明するのも1対1じゃなくて1対10とかでできますし、多分 CPA 数千円から1万いかないぐらいで集められると思うので、それで集めてしまうと送った数に対しての反応は全然増えるし、リードは取れるんで、その切り口も合わせてコストカットできます、秘訣はこちらのセミナーでみたいなものをやってもらうと反応増えるんじゃないかなと。しかもこっち側の工数も削れるしみたいな。確かにアウトバウンドセミナー誘致はありだね。ありですね。ストックさん本体とかでも使えそう。めっちゃありですね。僕もメール DM の文章の添削結構やってきたんですよ。いろんなプロジェクトもあって、で自分に来る DM も死ぬほど多いじゃないですか。特別なご招待みたいな書いてたらちょっと気になりますよね。メール DM めっちゃ下手な業者多くないですか、世の中に。セミナーいいですね。マキトル君がまた伸びて競合が強くなっちゃいますけど大丈夫ですか？ありがとうございます。じゃあ第1部の伸び悩んでるプロジェクト回でした。一旦今回は以上になります。ありがとうございます。この人たちに技術聞いていけば3ヶ月分ぐらいのスピードアップはできる。1年間で3倍ぐらいに問い合わせ数を増やすことができた。リード獲得も月3桁ぐらい取れるようになってきて、直近だとほぼ毎日商談入るっていうような。今もう無料で情報提供するんでやってくださいってその場で言います。